皆さんこんにちは、インスパイネクタです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、恒例となりました、先月12月に投稿した YouTube の中で、レビューハウツー動画という15分動画ではないものですね、こちらを、順に紹介していきたいと思いますが、先月もなんとかですね、1日1本ペースで投稿することができました。テーマは少し偏ってしまって、しまったんですが、まあまあ、とにかくね、こうやってノルマを決めて続けることが大事ということで、皆さんも頑張ってほしいと思います。皆さんご存知のように、私は15分で喋っている動画っていうものと、15分でないものと、2種類撮ってるんですね。でこれ1日1本ペースで15分撮ってたものの上に15分以外のものを1日1本ペースで撮っているので2倍になってるんですよね。だから継続していくってこともすごく大変なんですけど、昨年の5月からこれをちゃんと続けているっていうことで、本当にこれは、自分でもね大変だと思ってやってるんですが、皆さんもねノルマを決めて、続けるっていうことをやってください。そのためには、このように、自分がやったことっていうのをまたね、ネタにして喋っていくっていうことも、一つ大事な要素ですので、ぜひ参考いただければと思います。では早速ですが、振り返っていきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、まずですね、12月の2日からちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、まず1本目はですね、ラーメン店がスタンプを押すためにサービスが3段階にステップアップする超お得な本という本があるんですね。で、この本についてのレビューっていうのをやってました。前も何度もお話してますけど、いわゆる本とか、音楽もそうですし、いろんなものもそうなんですが、いわゆる固有名詞と呼ばれるもの、これについては必ずタイトルに入れて、動画など撮っていくといいと思います。これ1本目ですね。2本目。これも定番ですね。もう1年間続けましたが、楽天市場の出店数がどうなったかっていうのを月初めに発表になるので、それに合わせてですね、公開しているものですけど、こんな感じでこれもね、12月もやりました。はい、3本目。はい、新潟市西区にある、ラステラさんがですね、12月いっぱいでお店を閉めてしまうっていうことで、その最後に食べに行ったんですが、その時の、これパスタをですね、iPhone のスローモーション動画で撮ってみました。これシズル感がね、こうするとよく伝わって、一つね、スローモーション動画の使い方として面白いなと思ってます。皆さんも参考にしてください。はい、4本目ですけど、こちら。クレジットカード情報を iPhone カメラで登録し、通販で利用する方法ということで、これこんな方法があるってね、知らなかったんですけど、iOS 8からかな。この自分のですね、iPhone の中にカード情報を登録しておくと、通販の時ですね、自動的にカード情報が入力されるっていうですね、ちょっと恐ろしい機能があるんですね。私はこれちょっと怖くて設定していないんですけど、こんな機能もあるようです。はい、続きましてこちら。2015年を予測するセミナーっていうのを行ったんですけど、その告知ですね、告知をですね、やってみました。これちょっとですね、2つセットになっているので、こんな感じでね、セミナーの告知っていうのをやってました。これセミナーの告知と、今月に行うセミナーっていうのを2つ取ったんですけど、そのね、告知だけのやつですね。はい、続きましてこちら。ちょっとここネタ切れでしょうかね。食べ物シリーズに来まして、ローソンさんからのドーナツっていうものを、ちょっと3回にわたって食レポしました。これもやっぱりタイトルですね。固有名詞をちゃんと入れるってことが大事。で、これなぜ、この、ね、3本撮りやったかっていうとですね、セブンイレブンさんが、ローソンに対抗して、ごめんなさい、逆ですね。セブンイレブンさんがミスドに対抗して1本100円のドーナツを販売するっていうニュースが流れたのをきっかけに、ローソンさんも負けじと、1つ100円のドーナツの販売を開始したんですね。で、セブンイレブンさんは、地域限定で始めて、いずれ全国展開していくというふうになってるんですけど、ローソンさんの方がいち早く全国展開でドーナツを売り始めたと。
いうことで、ちょっとそのね、2社の動きに注目していて、こんなものを撮ってみました。はい、続きましてこちら。これね、すごく人気があった動画なんですけど、すき家のカレーのキング盛りを5分で早食いしてみたというのを、タイムラプスですね、iPhone のタイムラプスで撮ってました。これで分かったことはですね、その動画を撮っていくときに、これ5分そのまま見てもいいけど、5分って長いんですよね。だからそれを早送りで見る。これ30秒ぐらいで見れちゃうんですよね。なので、まあそんなにね、このカレーを食べてる様子を5分もゆっくり見てるほど、皆さんね、暇ではないので、こう、食べてる感がちゃんと伝わればいいっていう動画であれば、こういうタイムラプスっていうのも使えるかなというね、ちょっと勉強になりました。はい、続きましてこちら。ローソン限定、飲む、カントリーマーム、これ飲みってなってますけど、飲むカントリーマーム、バニラ味ですね。こちらを飲んでみましたということで、まあこれも食レポシリーズですね。食レポ続きます。はい、こちら、まさに食べてる瞬間のサムネイルになってますけど、これは何でしたっけ、鹿児島のですね、種子島でしたかね、安納芋っていう、安納っていう地域で採れているさつまいも、まあ、もうブランドのね、芋になってしまいましたけど、これをちょっと注目してですね、それの、もなかっていうのが出たので食べてみたと、これ美味しかったですね。ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、続きましてこちら。Facebook 広告成功のための実践テクニック、中島茂雄さんの、出された本ですけど、これの、本のね、レビューっていうかですね、Amazon キャンペーンの紹介ですね、というものも撮ってみました。これもね、2本撮りになっていて、今月のですね、1月の28に、新潟の方で Facebook 広告セミナーっていうのを行うんですが、そのセミナーの告知と本の紹介っていうのを2本撮りにして、合わせて15分の動画を撮ってるんですけど、その、セミナー、本の紹介部分だけですね、をレビューとして上げてみました。で、ここでですね、結構ですね、年末まで1週間ぐらいになっていて、ずっとサボってですね、動画の本数が増えてないので、まとめて撮ったのがこの後続きますけど、こんなのやってました。これは音楽コンサルタントとしてっていうのがもうこの後どんどん続くんですけど、こういうことやってるんですね。CD を作るっていうのをやっていて、CD ってその iTunes なんかと違って一番ね大きいとこっていうのは、制限があるってことなんですね。74分っていう制限がある中で、どうやって、曲を並べて、どうやって、選曲するかっていうことが、まあ、重要で、で、このようなベスト版作るときに、選曲っていうことを皆さんね、気にされると思うんで、その一つの例として自分のを、こうやって公開すると面白いんじゃないかなっていうことでやってみました。当然、曲をかけたりとか、これで何とかするっていうのはダメなんですけど、まあ、再生リスト作るまではいいですけどね。このように、誰かが上げたものであれば再生リストは作れますが、まあ、上げること自体が、本家のね、公式でなければダメなので、こんな感じで紹介するものを作っていました。ということで、どういうふうに選曲したか、なぜこういうふうに並べたか、どういうふうに選んでいったかっていうことなんかを解説しているものとして、1本目に、TOKIO のベスト版っていうのをやっていました。これなぜ TOKIO にしたかっていうと、まあ、うちの子供がですね、TOKIO のファンということもあって、ベスト版が欲しいということで作ってみました。2つ目。これちょっと見にくいかもしれませんが、キック・ザ・カン・クルー、私大好きなアーティストなんですけど、キック・ザ・カン・クルーのベスト版っていうのも同じく74分、CD1 枚で作ってみました。で、これもですね、1枚に収めるのが難しいんですね。で、ベスト版もすでに、規制でも出てるんですけど、どうも選曲が気に入らなくて、自分がいいなと思うもので選曲したいということで、作ってみました。もしね、興味ある方、この順で選曲して CD 作るとかなりいいのができますので、ぜひね、参考にしていただきたいなと思います。はい、続きましてこちら。
これ綺麗に出てますね。これ AKB のもの。AKB もですね、もう結構もう長いんですよね。なので、いい曲もいっぱいあって、1枚に収めるっていうのは大変なんですが、これちょっとね、古いのが弱い感じになってますけど、もう最近の曲だけでもですね、もうこれいっぱいになってしまうんですが、こう並べてみましたので、もしね、ベストを作りたい場合は参考にしてみてください。で、こっからですね、ランキングが並びます。音楽のいろんなランキングを調べてみましたということで、まず一つ目にですね、有線放送のランキングですね。有線放送のランキングを紹介して、それから思うことということで、喋ってみました。で、続いて、こちら。これは、ラジオのオンエア数ランキングっていうものですね。これを見て思うことということで、これかなりね、ちょっと違和感があるんですけど、これについて喋ってみました。続きましてはこちら。これね、こんなサービスがあるってね、僕も知らなかったんですけど、同期歌詞サービス、プチリリっていうのがあって、これは歌詞、歌を再生すると、それに合わせてね、歌詞が流れるっていうですね、歌詞を見ながら、まあ、カラオケとかのね、練習もできるっていうものなんですけど、こちらのランキングっていうものもなかなか面白い順位になってたので、紹介いたしました。はい、続きましては、今度は単純に歌詞だけですね。流れないで歌詞を見るためのサイト、歌ネットっていうサイトで、よく見られたね、その歌詞、その曲ですね、のランキングっていうのを発表しましたけど、これもなかなかね、オリコンとか iTunes とかと比べて、違うランキングで面白かったですね。はい、続きましてはこちら。ソニーミュージックアンリミテッドですね、のサービスで、再生回数が多かったものをランキング形式にして発表しました。これもまたね、ちょっと違うんですよね。で、このような、ね、デジタルのその再生ものっていうのは、これ面白いのはと思ったのは、その、定額制のサービスと1回、買取っていうサービスでは、ランキングがちょっと違うんですよね。だから一人の人が何回も再生して聞くことが定額制とできますよね。と、買うのは一回買うだけで何回も買わないですよね。この辺がちょっとね、ランキング面白いんですよね。はい、次。カラオケランキング。カラオケランキングがなかなか面白い傾向になっていて、これ時間があったらまた調べたいなと思ってるんですが、昔はですね、例えば10年前とか20年前は、カラオケランキングっていうのは、今年のヒット曲が並んでいたんですけど、だんだんその傾向が薄れていって、今では定番の曲が並んで、ヒット曲が数曲入るっていう感じになってきました。これ見てもね、今出てるサムネイルでもお分かりのように、2位に AKB が入ってるんですけど、これ1曲だけなんですよね。しかも去年、一昨年の曲なんですね。恋チューンなんですよね。で、今年のヒット曲で入ってるのは松たか子さんだけなんですよね。こんな感じで長く歌われてる曲の方が当然1月から12月まで全てカウントするので、まあ、有利みたいな感じになってるんですよね。ちょっと面白い傾向です。はい、続きましてリッピング年間ランキングっていうのがあります。これは、CD をね、挿した時にどのぐらいデータベースにアクセスするかっていうもので調べるようなんですけど、まあ、こういうね、調べ方があるかっていうのもなかなか面白い気がしましたね。これなかなか見れないので、ぜひ見てください。はい、あとはですね、モーラ。モーラの年間ランキングとかですね。あと、レコチョクの年間ランキングとか、iTunes のね、年間ランキングとかも調べてみました。さらには、今度はですね、リアルの方ですね。つたやさんの、ミュージック年間ランキング。これ面白いのは、レンタルランキングなんですね。レンタルは何回も借りないじゃないですか。だから意外にレンタルランキングが音楽ランキングとしては正しいのかなっていうのが見えたりもしましたね。あとは、こちら、セルランキング。つたやのセルランキングと同じつたやさんでレンタルとセルと比べると違いもよく分かっていいです。そうなってくると、次に出てくる、このオリコン年間ランキングって、やっぱり変だよねっていうことが、よくわかりましたね。で、最後ですけど、こんなものも取ってきました。ね、レコード大賞、本当にこれ妥当なの?っていうこととか、あと、iTunes でね、
サザンが解禁になった、残るはジャニーズとミスチルのみとかですね、AKB 商法がですね、以外にミュージックカード商法って出てきたということなどなど、たくさん撮りました。またね、今月も頑張って撮りますので、ぜひよろしくお願いします。インスパイアの小田でした。ありがとうございました。バイバイ。